お疲れチャンスラッです。今日はですね、バランス調整内容が発表されたので、そちらをね、紹介していこうと思います。というわけで、さあ、こちらツイッター、カブトムさんがね、いつも通り記事にね、まとめてくださってるので、めちゃんこわかりやすいんでね、はい、皆さんもぜひチェックしてみてください。概要欄に貼っております。早速ね、見ていくんですけども、今回は3枚強化、2枚下方、3枚リワークの合計8枚がね、調整されますよというわけで、まあ、フェニモンはね、もちろん下方されるみたいですね。で、調整日程が、まあ、シーズン終了日が12月5日なので、まあ、終了してから、かワンチャン終了間際か、まあ、終了した後日ね、6日かもしれないですよって感じかな。で、レイジとランバーだけ、なんか遅れてね、調整があるみたいです。この後ね、調整内容もね、紹介するので、お楽しみにと。さあ、1枚目、ガゴですね。はい。ガゴは、攻撃がね、強化されます。15%。で、かける3なので、1対 15% 上がって、それ3てるってなると、まあ、相当強いんじゃないかなっていう。まあ、フェニックスが強いんでね、そこに合わせて強化したよって感じなんですけど、フェニックス下方されるんで、いらねえんじゃねって思ってます。続いてが、ね、同じく、ガゴ群れですね。はい。ガゴが上がるんで、ガゴ群れも上がりますよって書いてますね。はい。というわけで、ガゴ群れもまあ強くはなるんですけど、もう一つ変わるのがね、出現位置が広くなります。はい、ギャングとかゴブリンみたいな感じで、ちょっとこう間隔がね、開くので、ユニットを囲みやすくなりました。ゴブリンでダークプリンスを囲めるよ、みたいな感じで、それこそガゴ群れでね、ベビドラとか、なんだろうな、ウィザードぐらいだったらね、ボコされるかもしれないんですけども、もしかしたら1体残るだとかもあるかもしれないというわけで、広くなったんで、これはね、悪くはないですね。いいことですね。はい。まあ、よりね、瞬間火力高くなって、処理もされにくくなったよ、ちゅうわけで、ちょっと強いっすよね。まあ、どうせやなめでさよなら。そして僕がすごい謎に思っている、マイティディガー。はい、この人の移動速度が速くなりました。はい、そんだけがいいって感じなんですけども、こちら見てください。さあ、というわけで、移動速度めちゃんこ速いです。はい。ミニペやリベンジゴブリン、ゴーストとね、同じというわけで、とりあえず事故りやすくなりましたね。マイティって、やっぱ防衛でね、火力出して強いし、爆破も強いし、なんかたまに事故るのが強いみたいな感じだったんですけど、より事故るよね。だから受けが長かった時の、なんだろうね、もう端前マイティですら最強で慌ててユニット出したら逆サイかれてみたいな、えっていう。どう考えても強いやんっていうので、この調整いるのかなっていう。僕あのマイティあんま好きじゃないんで。好きじゃないんでね。いやでもマジ、本当に見た感じぶっ壊れっすね。個人的にね、チャンピオン最強枠に、はい、君臨するんじゃねえかなと思ってます。さあ、そしていよいよフェニックスも加砲されますよと、今季ね、大暴れしてましたけども、緊急加砲で2回ね、加砲されたんですけど、また加砲されます。HP が 13% ダウン。これによってライトニングでね、落ちます。はい、なんでライトで、フェニックス落として、卵落として、タワーにもダメージ与えてっていうのができるかなと思います。で、ミラーフェニックスはミリ残ります。はい。ミリ残るんですけども、まあまあまあ、ライトでね、今までのフェニックス落ちるなら対応もしやすくなりましたね。まあ対応しやすいって言っても4コストに6コストなんでね、別にお得なわけではないっていうね。そこがちょっとこう、いや、フェニックス強くねとはなるかもです。そして文句。はい。こいつはね、たくさん文句を言われてきたと思うんですけども、すごい調整です。エリクサーが5に。5になるっていう、大幅加砲ですね。4から5に。はい。これはね、どうなんだろうなと思ってます。個人的には、まあ、めちゃくちゃいい調整。良すぎる。うん。やっぱコストって、このクラロワにおいてすごい大事で、やっぱ3コスから2コスになって、化けたボンバーとか、レイジとかがあるみたいな感じで、コストを上げるだけで、そのユニットはすごい弱くなるんですよ。そう、だからそう考えると、文句はそこまで強くない枠にね、行くんじゃないかなと思います。でも性能はね、やっぱ反射っていう、もう文句しか持ってないんで、まあ優秀なので、まあ使われるっちゃ使われるけど、流行りはしないんじゃないかなっていう気はしますね、はい。まあでもやっぱ極数はね、個人的になんかこう、落ちこぼれゾーンっていうとあれですけども、なんだろうね、ババとか、ボーラーとか、なんかこう、いまいちなカードだなっていう、集合体だと思ってるんですよ。そこまで言うとちょっとかわいそうだな。ファルチとかね。まあでも、プリンスとかムータは優秀ですけど、まあ、極数はなんかね、あんま輝きにくいカードの集まりだと思ってるんで、まあそうなると文句もね、どうなんだろうっていう、ちょっと楽しみであるね。まあでも、文句使うぐらいならね、間違いなくマイティでいいよね、とはなりますね。
そして嬉しい嬉しい、 I'm happy、 ベリベリハッピー。小屋が、まあ、強化ではないですけどリワークですね。はい、調整されますよ。というわけでゴブ小屋がね1体ずつ生まれるのがね3体ずつ生まれるようになりますね。はい、なんで10秒ごとにねこうヤリゴブリンヤリゴブリンヤリゴブリン出してるみたいな感覚ですね。そして置いた瞬間にねヤリゴブがね3体こうピュピュって出るんですよ。そう、墓石みたいな感じで、なので置いたすぐからまあ活躍できるっていうのでは受けとしてもねすごい優秀な感じがしますね。はい、ババ小屋はねすごい失敗しましたけど、それでゴブ小屋に関しては結構ね当たりだと思いますね。これで俺の小屋が蘇ってきます。まあでも今まで通りクエイクだったりポイズンに弱いのはそんな変わらないから、まあフェニックスの弱体化でライトニングとか増えてくれると小屋もねちょっと生きれるんじゃねえかなと楽しみになってます。さあ、そして謎リワークレイジーです。はい、これはねリワークと書いてますけどぶっ壊れ大幅強化です。はい、ぶっ壊れです、ぶっ壊れです、ぶっ壊れです。でどう変わるかっていうと範囲がね小さくなりますけどダメージもついてノックバックもつくよっていうぶっ壊れねレイジーになっちゃいますね。はい、今度は守りでもね使えるようになっちゃいましたって感じかな。でダメージもつくのでしかもそこそこ高いんですよね。雪玉よりあってタレより少ないよと。で範囲の大きさは、こんな感じですね。3なので雪よりはちょっと大きいくらい。というわけでゴブリンをワンパンできる威力です。はい、らしいです。やばくね、ゴブリンワンパンってことは最近ゴブリンもギャングも流行ってるんですけど、それをね2個捨てパッて対応できるならウッドいらんくねっていう。ノックバックも強化もあって処理もできる、ウッドいらんくねっていう。今後もしかしたらウッドを減らしてレイジがねそこの枠に入ってくるっていうエグのエグい環境が来てしまうんじゃねえかなというか、まあ来ますね。はい、これだって見た感じもウッドのメリットがそんなないっていうね、はい、感じにもなってしまいますよと。で当初はね陸にしかダメージ与えられないだったらしいんですけど、空にもねダメージとノックバック与えられるっぽいんでやばくね。まあ雪玉みたいなノックバックっちゅうわけでジャイとかはねノックバックできないですね。けどミニペとかああいうのは下がっていくよと。さあ、というわけで今まで通りね、エリババ、エリゴレとかも、そのね、フェニックス型のレイジも間違いなく強い。そしてもしかしたらゴブリンバレルも完封できるかもね、みたいなことも書いてありますんで、これはね、大事件。今の環境ね、フェニモンバーやん、フェニモンツレやん、言ってるみんな、今のままの方が幸せかもしれませんよ。というわけで、レイジ環境が来そうですね。なので、ランバーも一応変わりますよと、ランバーが死んだ際のレイジが変わってます。絵は小さくなるんでね。まあ、そう考えるとレイジを踏みにくいかもね、ランバーの後ろにいるユニットはね。けども、そうですね、レイジが生まれた瞬間はダメージがあるのでスケルトン部隊とかもね処理できるよと。そう考えたら強えなマジランバー強えな。うん、えぐいよ。フェニモン環境もなかなかでしたけども、このレイジ環境もなかなかですね。てか、レイジが入ってないデッキが存在しないかもしんないですね。もう、小屋小屋レイジもあるし、ゴレレイジ、エリゴレレイジもあるし、まあ、エリポンレイジもあるでしょうと。まあ、なんでもありそうですね。マイティ早いのにさらにレイジかけてね、もうダッシュさせるみたいなことも、マジで強そう。というわけで、今回のバランス調整内容は以上です。というわけで、まあ、面白そうではある。まあ、変化はね僕大好きなんでね、もうレイジしか使わなくなりました。今の感覚にもしか使ってないですけども、毎日毎日レイジ動画で上げることになる気がするんですけども、まあまあ楽しみにね、はい、していきましょう。というわけでカブトムさんいつもありがとうございます。さあ、というわけでシーズンも残り4日なんでね、トラゲを押していきます。ブーちゃん作ります。さあ、新環境がものすごい楽しみではあるが、レイジぐらいしか本当に残ってない頭の中に。レイジが強化、強化どころじゃないよね、もう別カードに生まれ変わっちゃってますもんね。最強だもんな俺。守りで使えて攻めでも使えて、まあ円がちっちゃくなった、円がちっちゃくなったってどんぐらい影響あるんだろう。そんなに影響ないっすよね、どうせ強いだろう。さあ、今回はアウプリ枯渇みたいな感じですね。おお、すごい。うん、これ牢獄行けばめっちゃきつそうなんだけど、そんなこともないのか。まあ固めるとさすがにロッケが来そうなんで、まあじゃあフェニックスがパコン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 、うえい、気持ちいいな、この鳥の鳴き声。
どんだけ聞いたか聞けなくなっちゃう。でもレイジが強くなるんなら聞けるか。今後もフェニックスの鳴き声がね、寝る前に聞こえてきちまうよ。まあ、あとはゴブゴヤもまあ個人的に好きだから楽しみかな。意外となんか良さそうっすけどね。まあでもクエイクだったりポイズンに強くないっていう弱点もある。うん、さあ今回の相手なんか枯渇枠多めっすね。まあこれマジアチャで許容して、うん、なんか相手のプリンもアウトローも吹き矢も全部このモンクマンで反射できるんですよね。あーうまい。あれ2に残るやつだ、頑張れ。いやーフェニックスマジ優秀すぎだろ。さあロケットはワンチャンない。なんかウォールブレイカーがいるっすよ。さあ全てを受ける天才マジアちゃん、にゃー余裕がある。全て温存してる。さあゴブリン読み、これも行ってクエイクで終わるんじゃね。さあさすがに神相性を倒していく。まあでもここにね今度はレイジが入ってくるよとかなってくるともうまたカオスですよ。想像するだけなんかやばいねマジで。レイジなんかありえない。レイジってクララの初期って本当に弱っちいカード、弱っちだったんですよね。そうマジでスパーキー同様のなんかね使われないカード代表みたいな感じだったんですけど、ああうまく打ってくる。あフェニックス起き上がったのでかい。さあ枯渇、まさかの枯渇環境が来ようとしてる。来てはないかも。レイジ枯渇とかもね出るわけですから、え、めっちゃ強くね？バレルレイジ。まあ、ウッドあったらさ、さすがにウッドでね、コロンとされるんですけど、ゴブリンバレルにブーストかかるじゃん。しかもよ。相手のゴブリンバレルに、ゴブリンとか、スケルトンとか、スケブとかで対応してきたら、全部それ処理するんですよ。で、ゴブリンブーストされるみたいな。え、めっちゃ強くね？まだ枯渇時代来んじゃんちゅう。まあエリゴレとかねその辺ももちろん来ると思うんですけど、いやバレルレイジまあ何でも強いか。ロイホグレイジで別にロイホグのとこにね、てかもうスケルトンゴブリンとかの時代が終わるっすね。そしたらうん、いやー天才マジで俺のマジで天才すぎるな。あの角度射抜いてく、奥まで見えすぎだろ。ゴルゴ超えいってらっしゃい。施設がでもなんかインフなのかな、使ってこないし。テストでした。あー分かってたのに、アイスピが秒でいかれた。いやマジ天才なんだよな、さっきから一生天才。さあもう文句いくだけね得でしょっていう。まあ低めプリンっすね、キング起動っすね。あれでうわ惜しい、マジでちゃう。
ーめっちゃいいバレル来た。さあ豚が入る。さあゴブリンバレル、あ、お願い、危ない、にゃっ、ちょっと熱いんじゃない、さあ射抜いていく、あ、射抜けない、射抜けないな、やばい、おっ、いやマジロイフ強っ、ちょっと負けそうでもちょっとだけね、おっきいの、マシュマロプリンだけ、うん、危ない、もう一発ロケかもされてるとかね、されてると負けそうでしたね、マジ。上位の枯渇使いみんなうめえかんなね、レイジでもうご利用していかないきゃ、来シーズンは頼みます。さあ今んとこね、レイジ枯渇めっちゃ強そうぐらいだな。てかまあアイスピとかの枠はもうレイジにしちゃえばいいみたいな。ゴブリン、ゴブリンどうだろうな、レイジで行かれる、ウッドでも行かれる、うん、コウモリとかはもう論外っすよねだからコウモリ終わったな、フェニックス出て終わったのにね、完全にイカレっすね。五石町遅延スケラか。コウモリ終わり。ガゴとかもまあ強くなったけど、レイジからのまあザップとか、まあ、レイジプラスのでボコされるって感じですよね。さあ端前にポイズン使わしてね、射抜いて、射抜いて、これあのねキング起動されちゃうんですよね、まあされるんですけど結局ロイフ飛ばすとね、あでもなんかでかいでかい、いやこれ2発2体結構でかいっすね。マジマジマジ。ナイスブー。ナイスブー。ナイブー。さあ、ジェーンスケラの、まあ、スケキンフェニーっすね。スケラレイジか。スケラレイジも強そうだな。なんか、なんでも強そうだな。考えれば考えるほど。スケラレイジやばくね。ゴブリンとかギャング、コウモリ、ああいう系全部、無理でしょ。しかもブーストかかるっしょ。やばくね。どっからどう考えても最強っていう。さあもうここは、おー文句、お散歩してんな、文句マジでお散歩してんな、お前何やってんだよ。でロイフ行っても俺感覚だけなんだよ、こんな感じで島攻め、
相手の攻めとかぶして、いや待って、俺のマジアイちゃん下手、アイスピで強制位置をずらしたい。あ、マジで下手、生まれないし持ってんね、今400ぐらい絶対削れたっすね。さあ、まあでも700ぐらいいくと、これはもう止めてあげて、ウェイクで削って、マジアイちゃんでも射抜けそうだ。さあ文句出てる間がカードサイクルお化けなので、ポストがさあブーちゃん、いやスケラレイジ、バレルレイジ、これスケとかコウモリもういらないかもっすね。なんかアイスピぐらいなら許される。うん、ニコスユニットがもういらない、いらない気がしてきましたね。ゴブリン、コウモリ、まあ、ギャングも多分レイジ100入るんで、スケルトン部隊とかもダメだな。スパーキー強くね、ゴブスパでレイジ使えばさ、そこに出てきたなんかダメージのタイミングにもよるか入る。あ、マジチンパン、あ、マジでチンパン、ほら、え、マジで？クロロ1、2を争うチンパンだ。許さん。いやー、いい防衛だよ、しかも。さあ、神技っすね。神技という名の、まあ、端前マジアイちゃん。まあ、俺もそうなんですけどね。ドイフグという名の端前マジアイちゃんデッキ。あんまサイド動作嫌だな、耐えます。硬い、ファイブ使わしたい。起き上がれ、やべ、変なことした。ダメージ欲しい。
マジネバ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 。大きいクイックンだ。あぶねー。さあ怖い怖いですね。橋前のもう攻防がフェニモンいなきゃもうわけわかんないですからね。さあこの環境がどうなるか。というわけで新環境という名のレイジ環境、お楽しみに。では大塚ちゃんの下また。